三、「猪熊の馬場に分かれた太郎は時々扇で風を入れながら日陰も選ばず朱雀の王子を鍛え進まない歩みを運んだ日中の往来は人通りも極めて少ない。 くりげの馬に平門の蔵を置いてまたがった武士が一人、鎧びつを担った長がけを従えながら、がさに日をよけて悠々と通った後には、ただせわしない燕が白い腹をひらめかせて、時々往来の砂をかすめるばかり。 ひわだぶきの屋根のむこうにむらがっているひでり雲もさっきからぎょうぜんと金銀銅鉄をとかしたまま小ゆるぎをする景色はないまして両側に立てつづいた家々はいずれもしんと静まりかえってそのいたじとみやかますだれのうしろでは 町じゅうの人がことごとく死に絶えてしまったかとさえ疑われる猪熊のばばの言ったように借金を次郎に奪われるというおそれはようやく目の前に迫ってきたあの女が 現在養父にさえ身を任せたあの女が、あばたのある固めの醜い俺を、日にこそ焼けているが、目鼻立ちの整った若い弟に見返るのは、もとより何の不思議もない。俺はただ二郎が、子供のときから俺を慕ってくれた。 あの次郎が、俺の心持ちを察してくれて、よしや借金の方から手を出しても、その誘惑に乗らないだけの慎みを持ってくれることと、一途に信じきっていた。が、今になって考えれば、それは弟を買いかぶった。 虫のいい良犬に過ぎなかった。いや、弟を見上げすぎたというよりも、謝金のみだらな媚びの巧みを見下げすぎた誤りだった。一人二郎ばかりではない、あの女の眼差し一つで身を滅ぼした男の数は、 この炎天に翻える燕の数よりもたくさんある。現にこういう俺でさえただ一度あの女を見たばかりでとうとう今のように身を落とした。すると四条拷門の辻を 南へやる赤いトゲの女車が静かに太郎の行く手を通り過ぎる。車の中の人は見えないが紅の裾ごに染めた涼しの下すだれが町筋の荒涼としているだけにひときわ目に立ってなまめかしい。それにつき添った 牛飼いのわらべと蔵式とは、うさんらしく太郎の方へ目をやったが、牛だけは角を垂れて、漆のように黒い背を応用にうねらしながら、脇見もせずに、のっそりと歩いてゆく。しかし、取り留めのない考えに沈んでいる太郎には、 車の金具のまばゆく火に光ったのがわずかに目に入っただけである彼はしばらく足を止めて車を通り越させてからまた片目を地に伏せて黙々と歩き始めた「俺が」 右の人屋の方面をしていた時のことを思えば今では遠い昔のような心持ちがするあの時の俺と今の俺とを比べれば俺自身にさえ同じ人間のような気はしないあの頃の俺は参謀を敬うことも忘れなければ 横暴に従うことも怠らなかったそれが今では盗みもする時によっては火付けもする人を殺したことも二度や三度ではないああ昔の俺は仲間の方面と一緒になって いつもの七半を打ちながら笑い興じていたあの昔の俺は今の俺の目から見るとどのくらい幸せだったかわからない考えればまだ昨日のように思われるが実はもう一年前になった あの女が盗みの戸ガで毛火石の手から右の人屋へ送られる。俺がそれとふとしたことから老後誌を隔てて話し合うような仲になる。それからその話がだんだん度重なって、いつか互いに身の上のことまで打ち明け始める。 ととうとうしまいには猪熊のばばや同類の盗人が牢を破ってあの女を救い出すのを見ないふりをして通してやったその晩から俺は何度となく猪熊のばばの家へ出入りをした借金は 俺の行く時刻を見計らってあの恥みの間からスズメ色時の往来をのぞいているそうして俺の姿が見えるとネズミ泣きをして入れという家の中にはゲス女のアコギのほかに誰もいないやがて しとみをおろす。むすびとうだいへひをつける。そうして、あの何畳かのたたみのうえに、おしきやたかつきをところせまくおきならべて、ふたりぎりのこざかもりをする。そのあげくが、わらったりないたり、けんかをしたりなかなおりをしたり、いわば、 世間並みの恋人同士がするようなことをしていつでも世を明かした日の暮れに来て世の引き明け方に帰るあれがそれでも一月は続いたろうそのうちに俺には 借金が猪熊のばばの連れ子であること今では二十何人かの盗人の頭になって時々落中を騒がせていることそうしてまた日頃は養殖を売ってくぐ同様な暮らしをしていることそういうことがだんだん分かってきた。 がそれはかえってあの女に創始の中の人間めいた不思議な怨光をかけるばかりで少しも卑しいなどという気は起こさせない。むろんあの女は時々俺にいっそ仲間へ入れというが俺はいつも承知しない。 するとあの女は俺のことを臆病だと言ってバカにする。俺はよくそれで腹を立てた。はい「はいはい!」と馬を叱る声がする。太郎は慌てて道をよけた。 米俵を二俵ずつ左右へ積んだ馬を引いて、鏡一つのゲスが三条某門の辻を曲がりながら、汗も吹かずに炎天の王子を南へ下ってくる。その馬の影が黒く地面に焼きついた上を、燕が一羽ひらり羽を光らせて、 かいにそらへまいあがった」。と思うとそれがまたつぶてをなげるようにおとしてきて太郎の鼻のさきを一文字にむこうのいたびさしのしたへはいる。太郎はあるきながらおもいだしたようにはたはたときがみのおおぎをつかった。 そういうい月日が続くともなく続くうちに俺は偶然あの女と養父との関係に気がついたもっとも俺一人が借金を自由にする男でないということも知っていなかったわけではない借金自身さえ関係した公家の名や奉仕の名を 何度も自慢らしく俺に話したことがある。が俺はこう思ったあの女の肌は大勢の男を知っているかもしれないけれどもあの女の心は俺だけが占有しているそうだ女のミサオは体にはない。 俺はこうと信じて俺の嫉妬を抑えていた。もちろんこれもあの女から知らず知らず俺が教わった考え方に過ぎないかもしれない。がともかくもそう思うと俺の苦しい心は幾分か楽になった。しかし あの女と養父との関係はそれと違う俺はそれを感づいたきに何とも言えず不快だったそういうことをする親子なら殺して飽き足らないそれを黙ってみる実の母の猪熊のばばもまた 畜生より無残なやつだ。こう思った俺はあの酔いどれの親父の顔を見るたびに何度立ちへ手をかけたかわからない。が借金はそのたびに俺の前でことさら手ひどく養父をバカにした。そうしてその見えすいた手札がまた。 不思議に俺の心を鈍らせた。私はお父さんが嫌で嫌でしかたがないんです。と言われれば、養父を憎む気にはなっても、借金を憎む気にはどうしてもなれない。そこで、 俺と養父とは今日が今日まで互いににらみ合いながら何事もなく過ぎてきた。もしあのおじじにもう少し勇気があったなら、いや俺にもう少し勇気があったなら、俺たちはとうの昔どちらか死んでいたことであろう。